はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。榊龍也です。さあ本日なんですが、エンタメイト夫愛ゼッキ、EM 夫愛ゼッキの展開例をね、皆さんにお伝えしようかなというふうに思っております。今回のこのデッキを使用した対戦動画をまた別途ね、あの動画にしていますので、そちらをちょっとご覧いただければなと。対戦動画を見たい方は、今回は、展開例2パターン、主に使う2パターンを紹介したいなというふうに思ってます。2パターンは何かっていうと、エンタメイト、バレットオットアイスバレットと、アークペンデルも使った、アークバレット展開、もう一つ目が、オットアイズじゃなくてエンタメイトのレディアンジュと、ジェントルードを使った、レディースエンドジェントルメン展開、アークバレットまたは、レディースエンドジェントルメン展開です。はい、わかりやすいですね、非常に。で、デッキの中に例えばレディアンジュとか、ジェントルードをサーチできるドクロバットジョーカーであるとか、まあ、オットアイズバレットと、オットアイズアークペンデルもサーチできる天空の交際や、それから、まあ、ストライクバーストといったこれサーチカードが、たくさん入ってますんで、まあ、再現性はそこそこ高いかなというふうに思います。意外とね。で、一応あの展開の中で、まあ、今のこの2枚が揃わなくても、例えばその強引にね、めっちゃ強引にドクロバットジョーカーと、オットアイズバトラーから、とりあえずエレクトラムを出して、ビヨンドザペンデラムに展開していくみたいなあの動きもできますんで、まあ、その辺のなんかそのアドリブ展開みたいなやつはあの回しながらちょっと皆さんでね慣れていただければいいかなと思うんで、とりあえずは本当基本となる、アークバレット展開および、レディースエンドジェントルメン展開、こちらを皆さんにお伝えしていきましょう。それではデュエルスタンバイ。まずは1パターン目、オットアイズアークペンデラムドラゴンとオットアイズバレット、この2枚から展開をしていきます。この2枚はね結構天空の交際とか、あと、まあ、ドクロバットジョーカーとか、あのこの辺でも一応代用はできるので、まあ、この辺はちょっと組み合わせによって変わるんですけど、まあ、この2枚ですね、この2枚を手札に加えましょう。でオットアイズアークペンデラムをペンデラムスキルにセッティングし、オットアイズバレットを召喚。あ、これ残りのこの3枚はあの無視してください。今回はあちょっと上振れ展開とかでね使えたりするんだけど、まあ、今回はちょっとこの手札長いものとして考えます。でオットアイズバレットの効果でオットアイズバトラーを墓地送っていく。でバトラー効果、フェードのオットアイズがエンタメ破壊しながら自身を特殊召喚できるよ。でバレットで、が破壊された時の効果を、チェーン2で発動したいので、アークペンデラムとバレットをチェーン組んで発動。バレットは破壊されるとペンデラム制御に置けるよっていう効果と、アークペンデラムで、オットアイズカードが破壊されるとデッキか墓地か手札からオットアイズを出せるっていう効果あるんで、オットアイズシンクロンを特殊召喚で2体でエレクトラムを、リンク召喚で、ですね、エレクトラムからの動きは、まあ、結構見たことある人も多いかなと思うんですが、いつもの動きってやつをねやっていきます。ね、エレクトラムでアストログラフマジシャンをエクストラ的に加えて、ペンデラムスケールのオットアイズバレットを破壊しながらアストログラフを回収で、アストログラフの効果とエレクトラムの効果がチェーンをして発動。アストログラフを特殊召喚しながらエレクトラムの効果によってカードをドローするということですね。でアストログラフは、このターン破壊されているカードと同名のカードを、エクストラデッキにある、ね、カードをデッキから手札に加えるという効果があるので、これでオットアイズバレットを加えていく。でエレクトラムここでワンドロー、まあ、ここでねなんか上振れカードとかを引いてきたりしてると、まあ、例えばあのストライクバーストとかで、まあ、持ってきたオットアイズが出したりできるんだけど、まあ、ちょっと今回はこの手札はなかったものとして考えますね。でペンデラムモンスターを含むモンスター2体で新規モンスタービヨンドザペンデラムをリンク召喚。これがねめっちゃ強いんですよね、このビヨンドザペンデラムが。でリンク召喚成功時ペンデラムモンスターを何でも持ってこれます。何でもです。これがめちゃくちゃに強いで、ここで持ってくるのは、スケールを揃えるのでペルソナ持ってきて、でペルセナをペンデラムスケールにセッティング。ビヨンドはサーチ効果使っちゃうとあのペンデラム召喚しないとモンスター効果使えないよっていう制約があって、ここでオットアイズシンクロンと、アストログラフ、それからまあ、手札からはいらないですね、お得召喚。はい、ここでここと OK で
オットアイズシンクロンの効果を発動して、このペンテラムスキルにあるペルソナを特殊召喚しながらシンクロ召喚するっていう効果なんで、これでオットアイズメテオバーストドラゴンを特殊召喚で、オットアイズメテオバーストドラゴンの効果発動、こいつもまたペンデラムスキルのモンスター出せるっていう効果なんで、これでオットアイズアークペンデラムを前に出していく。でレベル7のモンスター2体でオーバーレイしてエクシーズ召喚、オットアイズアブストルートドラゴンで、モンスターが、3体いるんで、ここでリンク召喚。あ、ちなみにさっきのでね、なんか引いてるモンスターを手札からペンデラム召喚してたりするとモンスターがちょっと増えたりしてます。ここね、はい、まあ、一応最低限の動きはこうで、こことこことここ、あ、ここアポルウソじゃなくてマスカレーナとあのアストラムとかの展開にしてもいいですけど、まあ、今回は妨害を用意したいのでアポルウーサを3素材でリンク召喚で、オットアイズアウストロドラゴンの効果発動で、ボルテックスを特殊召喚と。ここまでが一連の展開ですね。一応この展開の中で結構モンスターこうやって引いてるんで、さっきのペンデラム召喚をするときに手札からもモンスターボンボン出していけるんですよ。だからそういうときにはちょっとまたここが3歳ウーサじゃなくて4歳ウーサになったりとか、あと上振れてるとここになんかその儀式モンスターであるオットアイズペンデラムグラフドラゴンが出てきたりとか、あとアークペンデラムが残ってたりとかしますね。で、一応ですね、まあ、螺旋のストライクバーストとかがある場合はこれこれ展開一応ここで終了なんですよ。展開ここで終了なんですけど、オットアイズを持ってきておいて、このオットアイズアークペンデラムとかをこれねスケールに貼っとくと結構強くて、これオットアイズカードが破壊されると、戦闘効果で破壊されるとなんかオットアイズもう一回手札デッキ墓地から出せるよみたいな効果あるんですよ。なので、まあ、もう一回そのまあ、ボルテックスは召喚条件満たしないからだけど、例えば、メテオバーストとかね、それから、まあ、オットアイズアークペンデラムとかもう一回出したりとか、墓地から蘇生したりとか、デッキからね、オットアイズシンクロ出したりとかいうことができるんで、まあ、この盤面作っといたら、まあ、結構強いかなっていう感じですね。で、妨害としてはモンスター効果3回無効のアポログサと何でも無効効果の発動無効破壊のオットアイズボルテックスっていう感じです。で、ここにプラス引いてるカードで上振れが狙えるみたいな、そんな感じ。2つ目は、レディース&ジェントルメン展開と呼んでいるんですが、エンタメイト、レディアンジュと、ジェントルード、この2枚が存在していると、展開できます。ドクロバットジョーカーとかもうエンタメイトサーチできるんで、ドクロバットジョーカー絡んでると結構この動きしやすいんですけど、今回ドクロバットジョーカーないので、ジェントルレディーから動いていきましょう。で、レディースセットエンドジェントルメンセットで、ジェントルード効果で、レディアンジュがいてフィード上にモンスターがいねえかペンタルモンスターだけだと、デッキから、オットアイズ持ってこれるんで、これでエンタメイトオットアイズバレットを手札に加えていく。で、バレット召喚で、バレットの効果を発動、オットアイズバトラーを墓地に送っていく。で、バトラーは、展開パターンは一度同じなんですけども、オットアイズか、エンタメイトを破壊して出てこれるんで、ここで、ジェントルードを破壊で、自分も特殊召喚で、ジェントルード破壊された場合の効果を発動して、デッキからエンタメイトをペンデラムスキルにセッティングできるんで、ここでペンデラムマシャーをペンデラムスキルにセッティングで、2体の、モンスターでリンク召喚メタル、ヘビーメタルフォーゼエレクトラムで、まあ、ここからはさっきの、動きと似たような感じなんですけども、アストロをエクストラデッキに追加して、ほいで、エレクトラム効果発動してペンデラムマシャンを破壊しながら、アストログラフを回収で、アストログラフ破壊されたので効果発動して自身を手札から特殊召喚できるという効果と、エレクトラムでワンドロー特殊召喚、このワンドローが結構ね上振れたりするんですよね。で、ジェントルードを手札に加えていって、でエレクトラム効果でワンドロードローがね結構ね上振れたりすることが あるんで、その時は上振れた展開がちょっとできたりしますね。はい、で、2体のモンスターを使ってリンク召喚、ここでビヨンドザペンデラムリンク召喚、こいつはまあ強いんですよね。でリンク召喚成功時、またペンデラムモンスターを持ってこれるんで何でもです、はい、何でも持ってこれるので、ここで、オットアイズシンクロンを
手札に加えていきましょう。で、ジェントルードをペンデラムスケールにセッティングして、ペンデラム召喚。エクストラデッキからは確定していて、このペンデラムマジシャンは絶対です。ペンデラムマジシャンと、まあ、バトラーがいいでしょうね。オットアイズカードなんで。で、手札から、オットアイズシンクロンを特殊召喚。ここはね、結構展開によって変わったりはするんですけど、まあ、大体この感じでいいです。上振れてればね、今のこのペンデラム召喚の手札からのペンデラム召喚をなんかちょっと増やしたりとかできるんで、まあ、ここはまあ、手札によってですね、まあ、今のこのハンドであれば、螺旋のストライクバーストで持ってきたオットアイズモンスターを出せるんで、儀式のね、オットアイズペンデラムグラフとか出せますし、アークペンデラムとか出せますし、何でも出せます。はい。レディアンジも一応レベル3なら出したりですしね。はい。まあ、今回はちょっとこの3枚でいきますけど。で、ペンデラムマジシャンの効果を発動して、ペンデラムスケールのジェントルードと、それからレディアンジを破壊していく。で、デッキから、本来であれば、この、ディゾルバーっていう、このモンスターをサーチするんですよ。はい。このモンスターと、まあ、もう一枚はドグロバットジョーカーと適当でいいんですけど、まあ、ここはもう引いちゃってるんで、引いちゃってるんで、まあ、とりあえずオットアイズシンクロンから持ってきますね。でですね、で、エンターメイト、オットアイズディゾルバーをペンデラムスケールにセッティングしていく。で、こいつは、ペンデラム、スケールの効果で融合召喚ができるよっていうちょっと特殊なモンスターなんですけど、ディゾルバー効果発動、さっき手札に加えてい、おいた、エンタメイト、オットアイズシンクロンと、それから、まあ、ここ、まあ、なんか手札によって変わるんだけど、まあ、とりあえずデグロバット召喚なんか送っといて、で融合召喚オットアイズボルテックスドラゴンで、これで一応ね、これ以降は一応効果何でも無効にできるよっていう、ちょっと遅いですけど、いう効果があります。で、3体のモンスターを使ってリンク召喚して、アポロウーサを出して、で、最後にオットアイズシンクロンの効果によって、自分のペンデラムスケールの、ディゾルバーを特殊召喚しながら、重心クロでバロネスト。この展開だと1パターン目にの展開に加えてバロネスが出てるんでちょっと強いんですよね。でしかも手札によってはペルストラが出たりとか、これストライクバーストでサーチできるモンスターである、例えばまあペンデラムのこのアークとかは弱いけど、このペンデラムグラフとかは添えてあげれば魔法カード無効できるんで結構強いんですよ。だから上振れてるとここにペルストナと追加でオットアイズペンデラムグラフが並んでたりとかするんで、まあ、結構先行7妨害ぐらいがねできたり、あとアポロウサがなんか素材が3つじゃなくて4つになってたりするんで結構妨害が増えたりしますよ、展開によっては。はい。なので、まあ、ここはちょっとお好みでね、自分の展開を考えていただければと思いますね、上振れ札として。でちなみにオットアイズのアークペンデラムの方を、ペンデラムスケールに貼っておけばこいつ結構強くてね、オットアイズが破壊されるとオットアイズリクルートっていう、ことができるんですけど、これめちゃくちゃ強いです、この盤面は。はい。こいつもね、一応、ちゃんと今回は融合してますんで、蘇生制限乱してますから、まあ、ボルテックスが蘇ってきたりも、まあ、できますんで、場合によっては。なので、まあ、この盤面を作っておくと意外と硬い気はしますね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、デッキレシピおよび展開例は本当一例としてね、捉えていただければなというふうに思っております。結構ね、他にもね、やっぱね、ペンデラムテーマなんで、めちゃくちゃその展開ルート、なんか強引に動いたりとかもできるんですよ。なので、あと、いろんなカードを入れたら、また別にね、別の展開ルートができたりもするので、まあ、ちょっと皆さんでぜひ研究していただければなというふうに思っております。とっても楽しいですし、めちゃくちゃかっこいいんで、オットアイズ。ぜひ皆さんも組んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。対戦動画は別であるから、対戦動画を見て。